子供を連れてライブに行ったり、バンドをやって続けることっていうのをキッザマでもありたいし、自分のバンドをやる上でのスタンスでもありたいし、障害者っていう言い方は好きじゃないだろ、マイメンって呼んでるんですよ。そんな言い方してない。ほらまたほら、だから喧嘩になるからもうやだって言ったの、私は。恥ずかしがり屋だし、引っ込み思案だってバンドやってたから、かわいそうな気もするんだよね。引っ込まれててやらなきゃいけないの、チーターズマニアみたいな。ライブでやりたい。もう一癖も二癖もあるめんどくせえ奴らが集まってんすよ。幾重にもいろんなものが、事情がとかいろんなものが重なった上で超くだらないものできてる、くだらないものって、やっぱそこでしかできないような感じになるんですよ。誰が最高って最低なんだよ。でも最低なのが最高なんだよ。やるしかない。